に所在するる建築物であ1921年12月17日、神奈川県内の23行の貯蓄銀行と4行の普通銀行貯蓄部を統合し、横浜市弁天通りに都南貯蓄銀行設立。1923年の関東大震災の後、1928年に吉田町に移転、1930年には本店ビルが竣工した。 1945年に都南貯蓄銀行は横浜更新銀行に統合されたが本店ビルは継承されなかった。横浜大空襲での大きな被害は免れ、戦後は1945年10月2日から1955年7月22日まで PX の写真工場として接収された。1954年から 静岡中央銀行横浜支店として使用されたが、2005年5月9日に、磯国丸山に移転した。首都高速側のエントランス、館内駅方面から吉田橋を渡った先の右手、野毛町方面へ向かう吉田町通りと、首都高速の堀割に沿った山下長津田線に、挟まれた一角に位置する。設計は、山口た目倉。 鉄筋コンクリート構造の地上を6階建てで、スクラッチタイルの外観が特徴的である。首都高速側のエントランスとその上の2階バルコニーは壁面とは異なった方を向いている。屋上にはかつて多門酒造のネオンサインがあり、撤去された現在も台座が残る。1階には、うなぎ料理店。2階以上には建築家の事務所などが入居する。都南貯蓄銀行に関するカテゴリー。 ありがとうございます。